皆さんこんばんは。高校怪談会でございます。はい、始まりました。お願いいたします。怪談会がね、なんかあったっけ最近とかね、ちょっと思いますけども、なんだろうな、なんかありましたかね。なんかないですか。いや、僕はだから最近一人旅をよく観光しておりまして、はい、あれ何してるんですか一人旅。あれを何してるか、はい、自分探しの旅。はい。いや、まあまあそれは置いといて。置いといて。で、なんかまあ要はね、ちょっとほら都内とかで妖怪伝説があったりする場所に行こうぜ、はいはいはい、ツアーみたいな自分の中で感じてるんですけど、はいはい、狐火。はい、キツネ火が出たとされるその稲荷神社に行ったんですけど、はいはいはい、やっぱね、雰囲気すごいね。なんかね、お稲荷さんの入り口のところは結構明るい雰囲気なんですけど、はい、奥に行くに従って、はい、なんかその何、ここのお稲荷様のメインの場所ですよ、祀られてる場所ですよっていうところなんですけど、うん、夏の暑い時でもやっぱ日陰になってるから、うん、雰囲気がちょっと暗いんですよ。で、その暗い奥にそのお稲荷様が祀られてて、うん、そのお稲荷様の横に願掛け石なる石があるわけですよ。はいはいはい。で、願掛け石っていうのは、はい、座布団の上に大きい石が乗っかってて、うんうんうん、で、あなたと、うん、参拝に来たあなた、はい、何か願い事してくださいと、はい、で、願い事した後にその願いがあなたにとって叶うならば、はい、この石は簡単に持ち上がりますと。ほう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 。だけどそれが難しい、努力が必要な時はちょっと重く感じますよみたいな、なるほどと、はい、5分階段が出ましたと。よくないな。6月30日29日だったね、発売されたので、はい、もうパンパンってやって、はい、5分階段が、はい、増刷がかかりますようにって言って、願掛け石をいざ、うって持ち上げたら、はい、激重。いや、そりゃそうなの。全く上がれへん。ダメダメ。ダメだから。ひりきなおじさんがやってダメだよ、そもそも。あれ多分、うちのチームの中で ね、そうそう。力が強い人間がやったら上がるのかなとか。おろげ剣豪。ああ、強いね、多分ね。スッと上がるんじゃないかな。まあ、あと、多少柔道とかやってたから、テコの原理分かってる、俺。ああ、はいはいはい、なるほどね。そう、でもね、やっぱね、多分結構無理する人がいるみたいで、はい、その願掛け石、そう、横に、腰言わすよ。ぎっくり腰になる恐れがあるので、無理に持ち上げようとしないでください。はい、その時の感覚が、その感覚なので、みたいなことが書いてあったから、あ、もう、これはじゃあ、やめとこうと思って、ね、努力が必要だっていうことらしいですよ。5分階段お願いしますよ。お願いします、本当に皆さん。本当によろしくお願いします。努力します。ということで、はい、まずはですね、はい、引きこもり主婦からいただきました。いや、表出よう。ね。表出よう、主婦。妹から聞いたんですけど、はい、妹の旦那さんトラックの運転手さんらしいです。うん。おいで、深夜のね、トラック運転してる時に、うん、大きな事故を起こしてしまって、で、命別状なかったんだけども、その後手術を何回かしないといけないぐらいの大きな事故だったらしいです、ね。はい。で、事故の状況を聞きにですね、入院中のこの旦那のところに警察官が来まして、はい。で、次のような説明をしてた旦那さんが。うん、運転中に反対車線を猛スピードで走る黒い車を見たんです、はい、気がつくと無意識にそっちにハンドルを切っていて反対車線でトラックが横転しましたと。はあ、はあ、警察官不思議そうなね、まあ、顔をしてるんです、ね、実は私たち同日ですね、同じ時刻にです、事故現場の近くの歩道橋でスピード違反の検問をしていたんですね、はい、その時に事故を目撃したが、そのような黒い車はいなかったんですよ。トラックの単独事故だったんですけどねって言われたと。はあ、なるほどね。で、納得いかないんです旦那さんは。うん、見たと。いや、何度も同じ説明をしたんですけど取り合ってくれないと。で、この夫婦なんですけども、事故の起こる少し前に新築の建て売りの住宅購入していて、うん、購入した直後から不可解なことに巻き込まれている。ご主人の事故をきっかけに友人が力のある方に家を見てもらったところ、神様の通り道を塞いでしまっていると。その後、その霊能者の方にうまく沈めてもらって、家には盛り塩をしているそうで、それ以降不可解なことは起きていないんです、ということですね。これは、じゃあその黒い車、うん、
が、でもこういうのといつも思うのがね、なんかこう、ないな、例えば神様の通り道を塞いでしまったから、うん、黒い車が現れたっていう、イコールってなんかちょっとわけわかんないもんね。意味わかれんもんね、うん。神様が黒い車運転してるわけでもないもんね。そうだよね。それがそうなるわけではないから、なんかまあ多分別個のことではあるんだろうけど、なんだろう、なんかわかんない、そこに現れる、うん、謎のお化け車と遭遇しちゃったっていうことなのかなとか、あと神様の通り道ってよく言うじゃない、霊道で塞いでおりますみたいな、はいはい、霊道のパターンもあれば神様の通り道パターンもね、家ができたから塞がれたと、いやいや、なんか大丈夫なんじゃないの、通る神様だしみたいな、ちょっとすっごいわかるね、ちょっといつも通るところに通るのが邪魔なやつができちゃったなみたいなことなのかな、すっごいわかる、なんでそんなことで怒るんやとさえ思ってる俺は。なるほど。はい。ね。いや、神様なのであれば。神様なのであればね。わかるよ。うん。こうやって歩いてんでしょうね。いや、悠々と歩いてますよ、それは。ちょっと、家。できてる。家で、あとなんかこう、なんかちょっと痛い、なんか、木みたいな。なんか、ふわふわというかさ、こうちょっとなんか、ふわってしてる服着てるから、ちょっと引っかかるんでしょうね。はい。まあ、ふわっとした服は着がちですけど。いや、でも、神様だったら、そんなことで怒らない気もするんだけどな。だから、なんか、神様なんで生き切ってない、中途半端な、なんか、悪い例じゃない、もともと悪い例じゃないんだけど、なんか、いつも通ってるのに、こんなん立てやがってとか言って、イチャモンつけてる系の、なるほど。低級な、何者かなんじゃないかな。可能性はあるよ。とか、いつも僕は思っちゃいます、ね。だって、神様やったら、こんな簡単に静まらないと思う。俺、なるほど、神様の話いただくこと、結構 あるんですけど、うん、怒ったらもう取り返しつかないもん。うん、許してくれないし、なんか、代償として、引き換えに、許してやるけど、じゃあ、こいつの、何かをもらうぞとか、対価が必要だったりとか、もらうぞとかね、そういうのはね。あったりするから。まあ、多分そういうのが自鎮祭とかそういうことではあったりするんでしょうね。続きまして、はい、リオさんからいただきました。はい。潮干狩りで貝以外を持ち帰ってしまった姪っ子。うちの姉がですね、家族みんなで潮干狩りに行った夜から娘の様子がおかしいんだと。当時姪っ子3歳で、はい、いやいや気なんじゃないのって言ったんですけど、ある一定の方向を見ながら、トーマスの服着たお兄ちゃんがめちゃくちゃ嫌なことするから怖いって言うんですって。トーマスの服着た、で、テーブルの下でトーマスの服、お兄ちゃんに引っ張られたとか言ったり、向こうの部屋はトーマスの服着たお兄ちゃんが当選もしてるから行けないのとか、はっきりと言うんですね。言うね。で、娘がそんな反応した直後、棚の上に置いてあった雑誌が、なんかこう平行にビュッて飛んだりとか。うわ、なんか、いろいろ起きると。会議が。だから、いいお寺か神社心当たりはないって聞いてきたと。なるほど。で、今まで心霊相談などしたこともなくて、なんかね、昔はそういう方に見てもらったこともあるよって言ってたお母さんも、今もうその方いないんだと。で、パニックになった姉はですね、四国88箇所のいくつかに連絡して相談している。しかし気のせいだと言われたり。で、祈祷してもらったりしたんだけど、トーマスのお兄ちゃんは依然家から消えない。そうなんだ。旦那さんのお母さんにも相談したら、知り合いの知り合いが、修験道、修験者をやられてると。すごいな。で、払えるかもしれませんと。マジですか？お願いします。で、我にもすがる思いで、ね、店に行きましたよ。はい。そしたら、その修験者の方がですね、最近、海に行ったやろ。そこでな、死んだ子が、悪い風になりかけちょって、それが娘さんに、追従って言うんです。なんかかっこいいな、なんか方言聞いてて、追従。めちゃくちゃかっこいいんですよ。追従なの？追従。ね。風？うん、何が風になりかけてるって何ですか鈴木みのるのね、テーマ曲みたいな。そう。中村あゆみさんが、ね、中村あゆみさんがね、歌ってた。ね、風になる。風になりそうだ。で、風とはですね、何ですかって聞きました。はい。ね。そしたら、中村あゆみさんの歌です。いや、絶対違うでしょ。CD 取り出してる。違う。いやいや、修験者は、修験者が。いや、わからないですから。いや、こっからじゃない。なんで、こっから入りそうだけど。出してきて。この辺はね、たもとをこう、たっぷりしますから、これは。違うんです。風とは、はい。宗派。ほう。で、悪霊のことを差し、早く娘さんから外した方がいいと言われたと。悪霊のこと言うんだ。はい。
で、祈祷をね、うん、していただいたんですその後で、はいはい、お札をもらって説明を受けるとこのお札、うん、今から明日の朝まで絶対娘の体から離しちゃいけない、わ今晩きっと妨害が来る、わすご娘を守るために、うん、お札は離さずに娘が暴れたりしたら押さえて外に絶対に出してはいけない、 いやボタン道路みたいな話じゃないかこれ。その修験者さんもですね、はい、今晩守るための手法をこれから行うと、はい、朝まで耐えたらもう大丈夫だからと、うん、そう告げられ不安の中帰ってきて、うん夜を迎えました、うん、で何事もなく娘は9時頃に寝たんです、うん、12時を回りました、はい、すると本棚の漫画本がパラッパラッパラッ落ちるんです。なんか落ちるよ、ミシミシやなり、うん、ミシ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 、うん、で娘のパジャマにねこう貼ってあったお札をですね、うん、そっとねこう剥がれないようにこうね、うん、押さえるじゃないですか、押さえるね気持ちとしてね。そしたら娘の口から離せー、って聞こえるんですよ娘の声じゃない。でその後ブワー暴れる娘さんが、で旦那と必死に押さえてもうねこう大丈夫だから大丈夫だからっつって、なんとか朝を迎えて翌朝、はい、もうそれまで断るごとに言ってたトーマスのお兄ちゃんの話一切しないんです。で、潮干狩りに行ったタイム、そのね、皆さんも海外持ち帰ってきたりしてダメですよ、とかね。そういう、注意喚起で締められてますけども。すごいですね。すごいお話ですね。修験者がすごいよね、これね。まあね。追中。追中の方。追中すごい、ね。すごい能力だし、そして。貝以外に何を持ち帰ったのかが気になるのよ。だから、ああ、そうか、潮干狩りだから、じゃあ、何まあ、まあ、石とかそういうことなのかね。石とかね。砂浜に埋まってたやつとか。そうだ、石なんか拾ってね。持ってて石なんかダメなんだよ、本当に。こんなん持ってダメなんだから。本当に ね, ね。罰ゲームでなんか持たされてるとか、石生活させられてる。させられてんですよ、本当に。ちなみにね、我々はね、はい、家の前に石あるんだよね、はい、そうなんですよ、そこにね取ってきましたけど、取ってきましたけどね、なんですよこれね。いやすごかったですね、なんかトーマスのお兄ちゃん、まあでもそのお札があることによってしっかり助かってるっていうところですね。すナイス修験者ですね。修験者すごかったですね。続きまして猫ババアカーいただきました、ありがとうございます、私のめいっこちゃん2人は、はい、みえちゃん、うんうん、一緒にいると時々もらい泣きならぬもらい体験してしまうんです。もらい体験、そんなめいっ子ちゃんたち我が家の7匹の猫ちゃんたちもうすごいいっぱい、ねを可愛がってくれていて、うん、で猫ちゃんに会いたいっつって週にね、うん、2日から3日泊まりに来るんです。結構来ますね。昨年秋頃の話聞いてください、うん、泊まりに来ていたあそのね、めいっ子ちゃんたち1号2号にねちょっと、うん、分けますと、はい、で1号と一緒に午前中近所のスーパー買い物行きました、うん、帰宅する時に我が家のアパートの階差し掛かったあたりで変な空気というか霊気のようなものを感じる、うん、で1号ちゃんね霊感強いから気づかれないように何もないふりで我が家までたどり着いて2人とも玄関に入ってから1号ちゃんが扉を閉めましたと同時に男性の声聞こえたんです、はい、で2人でえっなったんですね、うん、で何を言ってるかも聞き取れなかったので、聞き流そうとしましたと、あ、はいはいはい、がその後すぐ買ってきた食材を冷蔵庫に入れようとキッチンに入ると、うん、カタ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 なんか聞こえるんですね。でなんか転がってくるような、いや震えているような、なんだこの音はと、うん、はい、で思わず2人動作を止めてね顔を見合わせると1号がね、うん、ちょっと動かないでって言ってくるんです、うん、で自分の手首につけていた水晶の数珠の玉で私の背中を払うように撫でて、もう行ったから大丈夫だよって言って、でその後1号にね何だったのって聞くと、うん、私の背中に黒っぽいこの世の人じゃないおじいちゃん、詳しく、言うと千と千尋の神隠しに出てくるかまじいのようななんかおじいちゃんが張り付いていたと、うん、で、この数珠でですねこうどっか行ってってやることによってどっか行ったんですって。で、そういうね霊感が強い1号ちゃん2号ちゃんの話まだありますね、また送りますねということで締めくくられてますから、もう普通にその除霊をすることっていうのが当たり前のような仕草、うん、すごいですね。焦ることもなくする、だからよっぽど普段からそういうものを見てるんでしょうね、もう慣れっこになってるから、はあ、見えちゃいましたっつってあぶっさんレベル、ってくれるやってくれるんだね、すごいね。続きまして、はい、森谷さくらさんからいただきました、はい、私がまだ実家で過ごしていた学生時代、うん、まあまあ
多少ね霊感があったらしいんです、うん、おいで、お盆にですね先祖の誰かが帰ってきていてもああそんな時期だなぐらい、なんかそんな感覚で過ごしたんですけども、はい、ある日ですねまたお盆シーズンが到来しまして兄弟にそういやもう誰か帰ってきてるって確認されたんですね、うんうん、あ何人かね来てるっていうのも気づいたから教えてあげたと、はい、でふとですねマッサージチェアで、まどろんでいる母の方に視線が行きました、うん、そしたら母の足元で白いふわふわした球体がコロコロ転がってるんですね。転がってる。でその球体を目で追っていると部屋の端っこまで、行ったところで消えました、うん、毎年母の周りにそれやってくるんですけども悪いものじゃない気がすると、うんうん、で、今まで悪い気はしないから特に何もね調べようとも思ってなかったし、うん、もうほっといたんです。でもその日私には楽しそうに転がっている子供のような感じがしたんですね。そうなんだ。で、お母さんが会話に混じってきたんで、うん、今見た球体のこと毎年見てるんだよ実はということを教えてあげると、うんうん、途端に涙ぐむんですね。いつも笑顔で、まあ、明るいお母さんがですね、うん、泣き出したんで、でびっくりしたんでどうしたのって聞いてみたら、うん、母は涙声でですねその子お母さんに怒ってないって言うんですね。でちょっと理解しきれなかったんですけども、うん、楽しいという感情を感じたから、うん、怒ってないよ多分って、はい、そしたらさらにお母さん泣き出すと。でどうしたのって聞いたら私を産む前にお腹にいた赤ちゃんが流産してしまったことがあったと。で私が見ていたのは世に出られなかった兄か姉なんじゃないかと。でなんとなく今年はそれを思い出してお墓参りのついでに隣接している、水子さん供養のですね菩薩にその子を思って手を合わせてきたと。実家を出てから不思議な体験しなくなってしまった私ですけども、うん、お参りをしてから目の端っこで何か黒いものが飛び回るのが見えるようになってきましたと、うん、何でもなければいいんですかということでね、まとめられてます。でもすごくお盆の時期ってじゃあ本当に帰ることがというか戻ってくることが普段よりもしやすくなってるんでしょうかね、その時期だけ許されるのかっていうのはちょっとわからないですけれどもね、はい、続きまして、はい、ダダさんからいただきました。ダダさん、はい、幼い頃からよく霊体験をしています、うん、私が大学生の頃、神奈川県にある、大きな駅、に買い物出かけた時ですと、うん、駅前のスクランブル交差点で信号待ちしてと、向かいにも信号待ちしている人たちがこういたんですけども、うん、ふと目に留まった親子がいたんですね、はい、でおそらく父親と 5,6 歳ぐらいの女の子手をつないで立ってます、うん、ただなんか違和感を感じると、うん、なんだろうなと思いながら、ああ青信号になったんでこうねすれ違うじゃない、うん、でも向こうから来てんですよ、うん、でも気になってるから見てんですよ。でもどのタイミングですれ違ったか分かんない。あれいない、はいはいはい、で、うん、まあまあ気にも留めずに買い物をしましたと、うん、で品物物色していると2階にある店の窓の外にですね、うん、先ほど駅に向かっていったはずの親子が見えたんです、うん、でなんか違う感じがする他の人とね、はい、でもそれがわからない。他の店に入って外を見るたびにその親子が目に入るんです。おかしいね。何回かそれが続いて買い物も終えて駅に向かってね、うん、こう歩きますよ。で、電車のホームで待っているとね、電車を目の前のホームにですねその親子がいるんですよ。こんな偶然はないからね。でもうこれはちゃんともうね、他のところに視線ずらさずにこの親子を観察しようって思って、はいはい、ずっと見てたんですね、うん、何が変なのかなってそこで気づいたんです、うん、親子二人ともどう説明したいんだろう、首があって顔があって頭があるじゃない、うん、違和感首がないんです。え？この肩からすぐ顔になった二人だからモーゾみたいな。俺だ、いや俺だじゃない。こうなってて、ちょっとだけあるんだでやばいっつって、はい、でそれに気づいたと同時にその親子電車に飛び込んでくる。うわ、電車の急ブレーキの音が響いて思わず目をつぶったんですけど、周りが騒ぐこともなく私が乗る電車が普通にホームにブーって入ってきたと。私は電車に乗って冷や汗をかいています。親子が飛び込む一瞬、二人ともこっちをじっと見ていたことがあまりに不気味すぎて、それ以来私はそのターミナル駅で買い物することを極力控えていますということなんですけど、じゃあ何ですか、以前に亡くなった方の幽霊っていうことなんですかね、飛び込みで亡くなった。でも電車急ブレーキしてるんですよね。運転してる運
店主さんには見えたってことなのかな。見えてんのね。で周りが騒ぐこともなくやから。なるほどね。うん、霊感強い人には見えてるんでしょう。だから車掌さんからしたらなんかね、たまにあるじゃん、なんか急停止いたしますみたいなので、はいはいはい、よくわかんないけどちょっと止まったりみたいな。ね、うん、で別にあの異常なもなかったので動き出しますみたいなパターンの動き出し方だったんじゃないかなって思います、ね。神奈川県の駅前にスクランブル交差点がある駅。大きい駅って書いてあターミナル駅って言ったもんね。うん、なんとなくあたりはつかんかな。まあね、そうね、横浜とか桜木町とかね、なるほど、あたりだと思いますけども、怪異が潜んでるわけです、ね、怖いです、ね、ということで以上投稿怪談会でした。ありがとうございました。では続いての次の投稿怪談、投稿怪談です。これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん。いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですね。マジ不思議プレゼンツ、怪談に夢を、その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿怪談で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やば